自分の弱いところ、ね、例えばボディ、俺はボディが弱い、ローキックに蹴られると弱いという人は、道場の技術だけの練習であって、しっかりその箇所を鍛えるように、努力してください。特に白帯の人、初心者クラスだと先輩からローキックの色をバシッともらってしまうと、もうやめていくというのが現状なんですね。ですから、フルコンではまず、ローキック、下半身をしっかり鍛える。蹴らして受けるのも受けの一つです。さばいて受けるのも受けの一つです。相手に触れさせないで足でさばくのも受けの一つです。だから、もらわないということは絶対ないですから、その当たる箇所をしっかりと鍛えていくように、日頃ね、道場以外の練習もしっかり臨んでいくようにしてください。はい、それではしばらく休憩します。はい、正面で。はい、ありがとうございます。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。今日一人、正田、おっしゃ、総年部の方です。おっしゃ、5人組で、おっしゃ、この後、組で審査を行いますから、おっしゃ、おっしゃ、誰か総年部の人を5人当たるように、おっしゃ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